皆さんこんにちは、ゆるいず IT チャンネルと申します。それでは今回は前回の続きからやっていきましょう。前回はカリリナックスからこの緑のターゲットサーバーに対して、Nmap でポートスキャンを実行して侵入できそうな脆弱性を特定したところまでやりました。なんでそのうちの攻撃対象のホストに対して事前調査を実施するっていうところまでやったのが前回ですね。今回はその2の脆弱性をついてバックドアを作成するっていうところからやっていきましょうか。そもそもサーバーにクラッキングってどうやるのって思うかもしれないんですけど、この動画ではカリリナックスに実装されているメタスプロイトっていう侵入テスト用のツールがあるんですけど、それを使っていきたいと思います。メタスプロイトって何ですかっていうのもあると思うんですけど、正式にはメタスプロイトフレームワークっていうもので、ペネトレーションテストとかハッキング用で使うソフトウェアのことで、本気用のコマンドだったりシェルが実装されているツールになりますね。その中でも今回は VSFTPD が対象になるんで、 VSFTPD 用の VSFTPD234 backdoor.rb っていうプログラムがあって、それを使うことでターゲットのサーバーにバックドアを作って侵入するっていう流れになってますね。一旦プログラムの中身を見ることでバックドア作成までの流れが、ある程度分かってくるんで、ちょっと見てみましょうか。で、一応これ見るポイントとしては3つあって、1つ目がこのユーザーランドテキストなんちゃらっていうここですね。ここにコロンカッコって、この文字列があるんですけど、これ何かっていうと、 FTP でログインするときにユーザー名を入れると思うんですけど、まずはこのユーザー名にこのコロンカッコっていうのを入れなさいよと。これがそのバックドアを作るためのトリガーの一つですね。何でもいいんですけど、ランダムなユーザー名にこの必ずこのコロンカッコ入れなさいよと。ポイントの2つ目がこの R ポート6200っていうここですね。これ要するにポート番号の6200とコネクションがあって、そこをバックドアとして利用しますよっていう、そういう意味合いのものになりますね。ポイントの3つ目がハンドルバックドアなんちゃらかんちゃらっていう、このあたりのプログラムですね。要するにユーザー名にコロンカッコって入ってると、ポート番号の6200番使ってバックドア作りなさいよっていう、このようなことが書いてあるのがこの部分になってますね。これでもう準備はできてるんで、根拠用のプログラム走らせればバックドア作れるんですけど、ちょっといきなりプログラム使ってやっちゃうと、動作というか動きが分かんなくなっちゃうんで、一旦はこのプログラムに沿って、手動で実行してみましょうか。そうするとどんなことやってるのかなっていうのが、流れですかね。それがよりつかめると思うんで、ちょっとやってみましょう。それじゃあまずは根拠する前にターゲットサーバーのポートの状態を見てみましょう。ネットスタットっていうポートの状態を見るコマンドですね。これ実行してみると、結果としては何も表示されないんで、6200番ポートは閉じてる状態ですよと。で、その後は、一応ポートの確認が終わったら、カリリナックスから21番ポートに対してアクセスしますよと。FTP でアクセスするコマンドを入れると、ユーザー名とパスワードを入れることになるんですけど、ここでさっき言ったコロンカッコっていう文字列ですね。この文字列を含めた適当なアカウントとパスワードを入れることで TCP の6200番が開きましたよと。おそらくこれでポートが開いたはずなんで、ターゲットのサーバーでネットスタットで見てみると、そうですね、これで開いてますね。さっきは何も表示されなかったんで、閉じた状態だったんですけど、今回は表示されてるんで、これで開きましたよと。これでもうバックドアが作れてる状態なんで、根拠用のサーバーからアクセスしてみましょうか。で、IP とポート指定でログインしてみると、一応これでもうログインが成功している状態で、何も表示されてないんですけど、コマンドを打つことができますよと。これで操作用のコマンドを打ってみると、ちゃんと返ってきますよと。UAMI とか、あとユーザーネームとか IPA とか、通常通りサーバーにログインして実行するのと同じ感じですね。これでバックドア作って侵入する流れですね。それは成功しましたよと。これである程度攻撃の流れも分かったと思うんで、次はエクスプロイトのプログラム使って試してみましょうか。まずは MSF コンソールで起動しますよと。次はサーチコマンドで VSFTPD のエクスプロイトを検索します。サーチ結果で VSFTPD234 バックドアっていう、さっき見たプログラムですね。今回は該当するプログラムがこれ一つしかないんで、use0 で起動しますよと。次は小オプションズって叩くと、このコマンドのオプションが確認できるんですよね。オプションとしては C ホストとか C ポートとか、あと R ホストとか R ポートとか出るんですけど、今回はターゲットの IP を指定したいんで、この R ホストってやつですね。これを使いますよと。セット R ホスト IP アドレスで、これでターゲットの IP アドレスがセットできましたね。じゃあこれで準備が整ったんで、エクスプロイトで実行してみましょう。これで成功すると、いくつかメッセージが出るんですけど、バックドア作ってますよっていうメッセージが出たり、あとはターゲットサーバーの6200番ポート使いましたよっていうような、こんなようなメッセージが出てきて処理が完了しますね。あとは手動でやった時と同じで、プロンプトとか返ってこなくてちょっとわかりづらいんですけど、これでもうログインできてる状態になってますね。これでエクスプロイトを使った侵入が成功しましたっていうのがわかったと思いますね。あと、メタエクスプロイトの補足になるんですけど、今回は侵入手段として使用するエクスプロイトっていうモジュールを使ったんですけど、これ他にもモジュールの種類がいくつかあって、オーグゼリアリってやつは偵察手段で使われるモジュールですね。今回は Nmap のコマンド使ったんですけど、こっちのメタエクスプロイトのモジュールでもポートスキャンっていうのはできますね。あと、ポストと
かペイロードは侵入後の操作とか接続を確立するためのモジュールになってますね。それ以外にもエンコーダーズの暗号化手段のモジュールとか、あとはイベージョンっていうアンチウイルスを回避するためのモジュールですね。まあこういうやつもありますよと。これモジュールの種類はメタエクスプロイト起動するとこの最初の画面でここで出てくるやつなんですよね。例えばエクスプロイトだと2467個モジュールがありますよとか、あとはオーブゼリアリーだとこれ1273個かな。今このモジュールの数って脆弱性情報が出ると思うんですけど、まあ、あれが出るたびになんか更新されてるっぽくて、まあ、だからどんどんこのモジュールの数っていうのは脆弱性の数だけ増えてるみたいなんですよね。あと最後にちょっとした座学になるんですけど、バックドアを作る方法っていうのがいくつかあって、まあ、一つ目がメールとかウェブサイト経由で設置するっていう方法ですね。これが多分一番一般的な方法で、メールの添付ファイルとかウェブサイトからダウンロードしたファイルにマルウェアが仕込まれてて、ファイルを開くことで感染してバックドアが開いちゃうっていうケースですね。2つ目が脆弱性をついて設置するっていう方法で、まあ、これは今回やった方法ですね。ウェブサイトとかアプリケーションの脆弱性をついて、まあ、サーバーにバックドアを設置しますよっていうケースですね。最後3つ目はこれ確率としては結構低いんですけど、開発時のミスっていうことで、開発時のテストとかでバックドアを作ったけど、まあそれを最後削除するのを忘れてそのままにしちゃいましたよっていう、まあそういうケースですね。まあ今の時代だと結構セキュリティ研修みたいなやつで、不用意にメールの添付ファイル開かないでくださいねとか、あとはよくわかんないサイトのファイルをダウンロードしないでくださいねとか、まあそういう認識は結構広まってきてると思うんで、あんまりやる人もいないと思うんですけど、そういうのに引っかかっちゃうとバックドア設置されたり、あとはまあ他のウイルスに感染しちゃったりとか、まあそういうこともあったりするんで、このあたりのことはあんまり意識してなかった方は、まあ、これから気をつけてみるといいんじゃないかなと思いますね。ということで今回はバックドアを作って侵入してみるっていうことで、準備から実践までやっていました。まあ、説明がちょっと分かりづらかった部分もあったかと思うんですけど、こんなやり方があるんだなっていうのを少しでも理解してもらえたなら良かったんじゃないかなと。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。